ナルチカ日帰り里山旅2023イエーイ。始まりました、里山日帰り旅。今回は埼玉県の川越市にやってきました。はい、私たちが今来ているのは川越氷川神社ですね。さまざまな縁を結んでくれる縁結びの神様で、川越のパワースポットだそうですね。今回は川越の里山の魅力に触れていこうというわけですが、里山旅は全員が初参加ですし、違うグループのメンバーと旅をするのも新鮮ですよね。私たち3人は最年長ということで、やばやばやばくな いよ。最年長感なさすぎない、うん、やばいやばい。私もあのビヨーンズの中では割と年下のメンバーなので、あの今までそんなにあのお姉さんしたことないんですけど、新鮮だ ね。これ読むのも緊張するよね。そう、私回しとかしたことないんで口が回らない。頑張りますね。頑張りましょう。ヤギちゃんは今回楽しみにしていることがあるそうですが、はい、あの私の推しである西田しおりさんと一緒に旅ができることで言わせたちょっと私にとってはご褒美的な旅になっております。嬉しい。変わる？ちょ、握手してきます。え、何ですか？ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい。え、なんかさ、ロボちゃんもさ、はい、好きじゃん。はい、行きなよ、握手してもらえな。誰か指名してさ。誰だろうな、誰だろうな、誰だろうな、誰だろう、誰だろう、誰だろう、石さん。おはよう。ありがとう。毎回なんかこうやってなんかすごい新鮮なリアクションしてくれるから、もう何回も会ってるのにこうやってリアクションしてくれてめちゃくちゃ嬉しいし、すごい楽しみだなって思いますね。はい、はい、ここで私から一つ、あの伊勢さんとリナチに、あのお願いがあるんですけど、あのお二人はあざといで、あのポイントがあるので、今日の意気込みをぜひカメラに向かってお願いしてもよろしいでしょうか？困る。だからすいません。それでは伊勢さんの意気込みまで3、2、1。はい、じゃあ今日も頑張るぞ、えいえいおいや、なんかごめんなさい、あのアンジュだったらこんな反応されないから、なんかはお前何してんのみたいなこと言われるから、逆にちょっと気まずくなっちゃった。続いてリサーチ行きましょう。3、2、1。今日の里山旅、頑張りさー、頑張りさー。かわいい。え、ちょっと、うん、私も見たい人がいるんですけど。私の推しの西田さん、めちゃめちゃ超いいんですよ。すごいよね、ちゃんと。そうそう、なんでこれあざとい子だと思ったから、私も見たい。すごい。あと3人いるからね。もうこれみんな回るからね。流れになっちゃった。回るからね。西田しおりさんのあざとい意気込みまで3、2、1。あー、今日もいい天気だね。そうだな、今日はどこ行こっか。あ、食べ歩きする？うん、それとも一緒に手つないで歩く？かわいい。めちゃめちゃ、え、考えてた、もともと。今思いつきました。めちゃめちゃ天才です。ありがとうございます。ちゃん、うん、米村さん、あれ、俺と、今、よっしゃ、まずかれた。反応だけ本当にちょっとお願いします。あの、ファサーってならなければ、あ、いけると思うんで。それでは、米村キララちゃんのセリフまで3、2、1。日帰り里山旅、あなたと一緒に楽しみたいな。ありがとうございます。いいかしら。かわいい、かわいい。じゃあ、富山さん、どっちがいい？そうですね。あ、じゃあ、では。そうですね。じゃあ、何かあったら、このタコにお任せあれ。私、グループでタコって呼ばれてるので、よかったら、タコって呼んでください。じ
じゃあ行きますね。ではお願いします。3、2、1。パンダ散歩はね、頑張るぞ。かわいい、かわいい、はい、あ、こんな感じなんだね。あんまりさ、見ないじゃん、ね、うん、確かに確かに、あんまりない、ね、そう、かわいい。教えていただいてこっち来たんですけど、え、私これしていいんですか、ミスさんと。いいよ。え、いい、いやいや、もういい、やばい、これ何、撮るのにめっちゃ時間かかってる。ただ撮ればいいだけなのに、もうなんか、なんか撮っていいんですかみたいな。なんか赤い人がなんか、すみません、私も撮りたいです。撮りましょう。え、いいですか。あんまり今まで話したことなかったんですけど、最近ちょっと話してます。理由のコンサートで一緒に回ってるので、はい、あの伊勢さん含め同い年メンバーが5人いるんですよ。だからいつか私の願望としてはその5人で遊びに行って、え、もう行こう。いつでも行けるから決まりました今。料理が完成しました。すごい。早速食べたいところですが、はい、では料理隊長を務めたヤギちゃん、はい、号令をお願いします。はい、第一に感謝。すいません、真似してください。もう一回いきますよ。大地に感謝、大地に感謝、人に感謝、人に感謝、動力に感謝、動力に感謝。それではいただきます。いただきます。誰かちょっと乗ってみますか。え、いいんですか。立ち乗りにはなるんですけど、ぜひぜひぜひ。やりたい。え、すごい。こんな長い。そうなんです。になるまで休憩中です。そうなんですよ。あ、疲れたね。あ、じゃあこの際ライブでも開けますか。歌何がいい。歌ですか。やっぱ運命ちゃちゃちゃ。あ、オッケー。巡り合えて巡るぜ、勘違いかもしれない。いけません。永遠みたいな君と君は今これは自分にでもね、そんなんじゃちょ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 、君の心を知りたい、君の心を知りたい、そんなんじゃちょちょちょ。Dun dun